はい、こんにちは。今回はこのバッファローのエコタップを買ってきたので開封していきたいと思います。このタップはヤマダ電機の方で850円で買いましたね。口が4つあってケーブルの長さが 2.5 メートルですね。で、個別スイッチがついてます。裏にはこのようにいろいろと書いてあります。雷が落ちてきても大丈夫だそうです。それでは開封していきます。開けにくいですね。やってしまいました。すごいことに。これが本体ですね。合計1500ワットまでだそうですね。まあ、これがケーブルです。まあ、こんな感じで、これで開封動画を終わりたいと思います。